自爆テロ、A、スーサイドテロリズムとは、犯人自身も死亡することを前提としたテロリズムである。通常、人は自然と自分の身を守ろうとするもので、テロリズムなどの犯罪を行う場合でもそうしたがるものなのだが、自爆テロでは自分が死ぬことを承知の上で、殺人、破壊活動などを行う。攻撃の内容がテロリズムに当たるのかどうかを特に問わない場合は、スーサイドアタック、自殺攻撃と呼ばれている。ここでは爆弾を用いたものに限らず、犯人自身が必然的に死ぬことを承知の上で行う攻撃や、テロリズム全般を扱う。一般に自爆テロと日本語に訳されているのは、英語でスーサイドテロリズムと呼ばれているものである。通常、人というのは自身の身を守るもので、テロリズムを行う犯人も計画を立てるとき、何かを攻撃するにしても自分は生き残ろうとする。だが、自爆テロというのは、そうした常識に逆らうもの、常識を超えたものである。世の様々な警備策、セキュリティというのは一般に人は自分の身を守るものだという前提の上に組み立てられていることが多い。例えば、逃げ道がない場所では犯行はしづらいだろうとか、人が何らかのものを床に置いてそそくさとそれから遠ざかるように立ち去ったら、その段階になって人の命に危険を及ぼす可能性のある不審物とみなして調べたり除去するとか、もしも怪しげな人物がいたら、心理的に威嚇すれば遠ざけることができるはずだ、といったような警備上の常識的な判断の中にも、犯人も通常の人のように自身を守ろうとするものだという前提が暗黙裏に置かれている。通常、誰かが爆弾を爆発させて、誰かを攻撃する計画を立てる場合でも、通常は当然のように起爆させる人が生き残ること大前提に置いた上で考えるもので、その結果、タイマーを作動させて、爆弾の遠くに離れるか、あるいは遠隔操作で起爆させるか、ロケットなどに、目標のところまで爆弾を運ばせ、目標地点で爆発させる必要がある、と考えることになる。ところが犯人が自身が死ぬことを承知の上で、行動する、ということになると、そうしたタイマーや遠隔起爆装置やロケットの類は、必要ない。ということになり、犯人は単純に犯行の場で自身の手で爆弾を起爆させればいいということになる。すると、通常のセキュリティ、防御、警備の常識、前提が覆ってしまい、警備する側の常識的な想定を超えたものになり、警備に一種の盲点や穴のようなものが出現することになる。対処する側は時に自身の命を懸けることになる。自爆テロというのは、貧しくて高度な教育を受けていない人のグループでも実行できてしまい、お金のかかる電子装置などを用意しなくても確実に攻撃目標を攻撃できてしまうので、貧者のスマート爆弾とも言われている。もともと英語のスーサイドボーミング、自爆を日本語訳した言葉だが、言語が軍施設や兵士に向けられた攻撃、破壊活動も含む。スーサイドボーミングを機械的に自爆テロと訳したことによる混乱も見られる用語の相違参照。はじめに自爆テロ戦術が多発したのは、スリランカのタミルイーラム、解放の虎、LTTE であり、シンハラ族とタミル族双方の民族紛争と虐殺の中で生み出された戦法であった。1990年代は襲撃と並んで、逃走手段の一つとなり、女性の自爆者も出ている。中東地域では1983年4月18日のベイルートにおけるアメリカ大使館爆破事件で、イスラムシーア派組織ヒズボラが実行して以後、イスラム過激派、当初は主にシーア派の常套的な攻撃方法として定着する。以降、チェチェン紛争、パレスチナの第二次インティファーダ、アメリカ同時多発テロ、イラク戦争を経て、イスラム過激派による自爆テロの発生件数と犠牲者は増加の一途をたどっている。特にイラク戦争以降、イスラム教徒の間で火に油を注ぐように反欧米感情が高まり、イスラム世界を中心に世界各国に拡散する傾向にある。例えば、今まで自爆テロのなかったヨーロッパでも2004年のマドリード列車爆破テロで実行犯の一部が逮捕の際自爆したほか、2005年のロンドンバス爆破テロで、イスラム系住民の若者が自爆。アフガニスタンにおいては、ソ連のアフガニスタン侵攻や軍閥内戦時代にも、ほとんど見られなかった自爆テロが、近年になって、首都カーブルなどで頻発している。いずれもイラク戦争で伸長した、アルカーイダの影響が大きいと指摘されている。最近では、テロリストが、ストリートチルドレンなどの子供を騙し荷物、爆弾を兵士に渡したところでタイマーなどで爆発させるといった手段を用い、さらに洗脳しやすい子供が駆り出されている。また、貧困層がよく駆り出される。他にも、自爆死したテロリストの家族について、家族の自爆死の精神的ショックを利用して、マインドコントロールを行い、絶望感と攻撃対象への憎悪を煽り、その家族をさらに自爆テロ犯に仕立て上げるようなことも行われている。ただし、しばしば行われる誤解は、自爆テロが宗教的観点に基づくというものや、貧困層の人間や子供を使われることが多いというものだが、実際には政治基盤が悪く、官僚や党の権力が弱い、国民的な民主的国家における世論の操作に用いられるものであり、宗教よりは、精神病理に関係があることが認められている。また、チェチェンやクルド系のテロ以外では、成人男性が多く、中産階級や大学での人間が大半である。イラク戦争の中で殺害された戦場ジャーナリスト、橋田晋介の妻、橋田幸子が、新宮市での講演で、アラブ人と現代の日本人の思想の違いを説明している。これによると、イスラム社会のことわざに、人の命は山よりも重く、羽よりも軽いという愛する人を殺された悲しみは山より重く、仇討ちのための自分の命は羽より軽いというものがあり、この思想が自爆テロを引き起こす根底として存在しているという。これは浄土宗の開祖、法然の仇討ちが美徳ならば憎しみの連鎖はいつまでも続き何も生まれないと思うという思想と、正反対のものでもあるとしている。英語のスーサイドボミング、スーサイドアタック、スーサイドテロリズムはそれぞれ自殺的な爆破、自殺攻撃、自殺テロという意味である。一律に自爆テロと訳すと原文とは異なる意味になってしまう事例があるので注意が必要である。17世紀後半の清の役人の記録によると1661年に台湾へ侵攻してきた、帝西公の軍隊と戦闘したオランダ兵士たちによって自爆攻撃が行われた。戦闘で負傷した彼らは、そのまま捕虜になることを選ばず、火薬を用いて、自軍と敵軍の両方を爆破した。しかしながら、これは、実は、帝西公によって制圧された陣地を爆破し、間接的に敵軍を攻撃するためのオランダ軍の正規作戦であって、これが包囲していた。帝西公の命を奪いかけたので、中国側はこれを自殺攻撃と勘違いした恐れがある。1830年、ベルギー独立革命において、オランダの注意は、ベルギー人に降伏することを拒み、アントワープの白地で、自身の船に乗り込んできた敵と共に船を爆破した。この巻き添えで敵味方合わせて、数十名が死亡した。また、プロイセン王国の兵士は、1864年4月18日に、トゥップルホルイの戦いで、デンマークの要塞のホルイを自爆攻撃で爆破し味方軍の道を開いた。18世紀のジョン・ポール・ジョーンズの記録によると、オスマン帝国軍の海兵たちは自分たちの船に火をつけ、敵船に突っ込むという戦術をとった。彼らはこれによって、自分たちの命がないことを自覚した上での攻撃であった。近代に起こった政治手段としての自爆攻撃は、1881年のツァーリ・アレクサンドル2世の暗殺にまで遡ることができる。東急電近くのサンクトペテルブルクの中央通をドライブしていたところ、人民の意思のメンバーであるのを身を挺した自爆攻撃を受けた。犯人は死亡し、アレクサンドルも手製の手投げ弾の爆発により、重傷を負い、数時間後に死亡した。第二次世界大戦末期に日本軍が盛んに行った特別攻撃では、パイロットはしばしば死ぬことを十分に承知の上で、飛行機ごと敵の艦船などに突っ込んでゆく攻撃方法をとり、英語圏ではスーサイドアタックと表現される。1943年、ルドルフ・クリストフ・フォン・ゲルスドルフは自爆テロによってアドルフ・ヒトラーの暗殺を試みたが、爆破を完遂することができなかった。ベルリンの戦いにおいて、ドイツ空軍はオーデル川に架かるソ連の橋に対して自己犠牲任務飛行を行った。これらの任務は中佐の指揮のもと、レオニダス飛行中隊のパイロットによって遂行された。1945年4月17日から20日まで、使用可能なあらゆる航空機を用いて、ドイツ空軍は、その航空弾により17の橋を破壊したと宣言した。しかしながら、その事件について本を記した軍事誌矢野は、この報告は誇張されており、確実に破壊できたのは、キュストリンの鉄道橋だけだったであろうと考えている。彼は、35名のパイロットとその乗っていた航空機が犠牲になったが、限定的で一時的な戦果しか上がらなかったことを考えると、対価は非常に高くついたとコメントした。この任務は、ソ連の地上部隊がの空軍基地近くに到達した時、中止となった。第二次世界大戦に続いて、ベトミンの死の志願兵たち、デスボランティアズはと戦闘した際、一つばくらいで、フランス軍の戦車を攻撃した。一部で1972年の日本赤軍前進メンバーによるテルアビブ空港乱射事件がその後のアラブ人による自爆テロの契機とする説が唱えられることがあるが、この事件では銃乱射後に制圧される過程で犯人3人中2人が手榴弾で自決したと伝えられているのであって、イスラエル兵による射殺であったとも言われる。直接的な因果関係は見出しにくいし、通説化しているとは言えない。また、イラン・イラク戦争において、イラン人少年、ムハンマド・ファーミダが体に手榴弾を巻きつけ戦車の前で実施した事件を国民的英雄としてアヤトラ・ホメイニが称揚したことが、イスラム圏での自爆攻撃の遠因となったという説もある。1983年には、ベイルートアメリカ海兵隊兵車爆破事件が起きた。これは犯人がワゴン車で水などを運搬しているかのように装いつつ大量の爆薬を持ち込みアメリカ海兵隊兵車を爆破し、兵車が吹き飛ばされ太陽に破壊されてしまった事件である。イスラエルのガザ及び西岸では自爆テロは反イスラエル戦略としてイスラム教徒によって実行されており、また時には日本赤軍と提携関係のある PFLP などの宗教に関係ないパレスチナ人グループによって行われる。イスラエルにおける第二次インティファーダではイーストシャディアのための志願者が多く存在し、テロリストを構成していると指摘されている。この戦術は一般に受け入れられるようになっており、募集係及び指令係はかつてないほど候補者の巨大なプールを抱えており、インタビューを受けたファタハの人物が言うには志願者で溢れ返っている。2000年10月から2006年10月の間に167件の明らかな自爆テロが発生しており、他の方の自爆攻撃が51件起こっている。自爆テロはイラク及びアフガニスタンでも一般的に起こっている。自爆テロは、チェチェン紛争における戦術として用いられるようになった。ロシアでは、この紛争に起因する自爆テロが多発しており、2000年に一組の男女が爆弾を積んだトラックで歩くハンコラのロシア軍の基地へ突入したものから始まり、2002年、モスクワ劇場占拠事件から2004年ベースラン、学校占拠事件にまでわたる。2010年モスクワ地下鉄爆破テロもまた、チェチェン紛争が原因で起こったと考えられている。西ヨーロッパやアメリカでも自爆テロは発生している。2001年9月11日にニューヨーク、ワシントン DC 及びシャンクスビルで起こったアメリカ同時多発テロ事件では3000人近くの人々が犠牲となった。さらに2005年7月7日に起こったロンドン同時爆破事件では56名が犠牲となった。自爆戦術を用いる攻撃の数は1980年代には年間平均5件以下だったのが2000年から2005年の間には年間平均180件にまで増加しており、2001年は81件だったが2005年は460件となった。これらの攻撃は軍隊や民間の様々な対象を目標としており、1989年7月6日から起こっているスリランカやイスラエルでの攻撃、2003年の米軍イラク侵攻からのイラクや、2005年からのパキスタンやアフガニスタンでの攻撃がなどが行われている。1980年から2000年の間で最も多くの自爆テロを行ったのは、スリランカの分離独立派タミル・イラム解放の虎である。LTTE によって行われた自爆テロの数は、他の9つの主要な過激派組織によって行われた数のほとんど2倍にも上る。2001年9月11日からの10年間で、アフガニスタンでは736件、パキスタンでは303件の自爆テロが発生しており、2003年3月20日から2010年12月31日までに、イラクでは記録されているだけで1003件の自爆テロが発生している。群衆の中で爆発物を装着したテロリストを見分けることは困難だが、これらテロリストの特徴として次のようなことがわかっている。日本国外務省発表。2011年にはアフガニスタンで何も知らない8歳の少女に布でくるんだ爆発物を預けて運ばせ、これを遠隔操作でその子供と共に爆破するという手段を使ったも報じられた。この場合、その子供は爆弾を運ばされていることを知らないので、上記のような異常行動は見られない。2005年のロンドン同時爆破事件でも、テロの黒幕が青年たちを騙して、時限爆弾入りの荷物を預け、これを爆破した疑いが持たれている。捜査の結果、青年たちがテロ組織とは無関係と見られることや、爆発直前に青年がカバンを開けた際に中身を見て、驚き、パニックのような状態に陥った様子が監視カメラに映っている。比喩的表現として、自らが属する迷走、腐敗堕落した組織の行動や思考を改めさせるため、またそういった状況を作り出し放置する指導者などを失脚させるために内部の構成員がその意図を隠し意図的に出現した問題行動を繰り返し周囲の悪評を買い、自らの印象悪化も顧みず、自己犠牲の精神で打撃を与える行動を自爆テロと表現することがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。